にちは、萌えです。今回はチョコレートのかかった美味しそうなチュロスを描いていきたいと思います。使っている画材はですね、いつも通りキャンバスと、アクリル絵の具。アクリル絵の具は今回も、こちらのゴールデンを使っていきます。このですね、チョコレートのツヤっとした部分については前の動画で出してるので、そちらも見てもらえたら嬉しいんですが、今回は、そのツヤっとした部分も描いていきますが、そこはまあぶっ飛ばして、ザラメというかですね、このチュロスにかかった砂糖の感じを出していくのをですね、ちょっとしっかり目に見てもらえたらなと思っております。で、今回なんでチュロスを描いているのかというとですね、私がスペインにちょっと旅行に行った時にチュロス食べたんですよ。そこのチュロスがね、美味しくて、ちょっと思い出に浸りながら描こうかなと思って、前にね、クロワッサン描いた時もそうだったんですけど、チュロスもちょっと食べたくなったのでね、描いてみました。で、日本のね、チュロス、日本でチュロスってなんかディズニーランドとか行かないと食べないんですけど、スペインのチュロスはなんかチョコがこうコップに入ってて、それにドボッとつけて食べるみたいな感じが多いんですよね。普通のも売ってると思うんですけど、それが有名なんですよ。チュロスコンチョコレートみたいな感じの名前のねやつなんですけど、これがね美味しかったです。すごく2回食べました、違う場所でね。はい、で、でスペインに行った時の動画は、美術館にね3つかな行ったんですけど、その動画もスペインで、ピカソ美術館とジョアン・ミロ美術館とカタルーニャ美術館に行ったので、それもね出してるのでぜひぜひ見てもらいたいんですけども、今回はこのねチュロス、どうやって描こうかなって、チュロス描くの初めてなんですけど、私ね、リアルなもの描くときって初めてなものが多いんですよ。もちろん顔とか目とかそういうのはいっぱい描くけど、こういう物体は全く同じもの描くってそんなにないんですよね。なので毎回初めましてなんですけど、初挑戦なんですけど、今回もどうやってこの、なんていうのかな、砂糖の感じ、ザラザラの感じをどうやって出そうかなと思って、やりながらいつもなんかこう、あ、これいけるなって感じで探しながら描いていってます。なのでなんか練習とかはなく、今までの今まで描いてきた技術を使って描くっていう感じなんですけど、新しい技術をそこでね自分で開発というか、いろいろ考えてやってみて新しい手法を使う時もありますが、今回は筆と、絵の具だけで描いております。で、見てわかる通りちょっと早送りしてますが、筆の動きを見てもらうとポン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 乗せております。そして筆も若干ボサボサなやつを使ってます。これがですねちょっと今回のポイントでしたね。このチュロスっていろんなチュロスあると思うんですけど、私が描きたかったやつがちょっとこう揚げたやつに砂糖がバラバラバラってかかってる感じのやつだったので、こう表面がザラザラしてるんですよ、白っぽく。ただ全部が白くなくて、でちょっとうっすらチュロスの色も、揚げた色も見えてなきゃいけないし、こうチュロスのデコボコ感も出ないといけないしっていう感じでね、それをどうやって表そうかなと思っていたんですけど、一旦ちょっと茶色で影とかの色とかはちょっと分けながらベースを塗りまして、その上に、だん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 薄い色にしていくように、こうやってポン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 ハンコを押すような感じで絵の具をのせていってみました。こうすることでわざとこのボソボソ感を出してるんですよね。で、この時私が使っているのがアクリル絵の具用の筆と、今使ってるのがこれインターロの筆だと思うんですけど、このインターロの筆もねもうボッサボサで、丁寧にこう綺麗に細かいところを描けるような筆じゃないんですよ。もう
もう本当にボサボサで、あの割れてるやつ、ボサボサ、もう水につけてもボサボサみたいなやつを使ってます。なのでもう捨ててもいいぐらいのやつなんですけど、それを使って今回は書いております。逆にですね、この今書いているチュロスのモソモソ感というか、このザラメ感みたいなのを出すには、綺麗すぎる筆だと出ないんですよね。綺麗すぎる筆だと、その綺麗に筆の跡が残っちゃって、まあそれでもね、一粒一粒書いていってもいいとは思うんですけど、ちょっと永遠にかかるし、逆にこのモソモソした感じが、あのこっちの方がねリアルっぽいので、わざとボサボサの筆を使って書いていってます。なのでね、皆さん、あの筆の捨て時わかんないかもしれないんですけど、私結構喋ってるんですけどね、ボサボサになっても使えるところがあるので、それをね活かして書いていってます。でもしですね、こういうボサボサの筆が家になかったら、それ用にこうボサボサ作れますかみたいな、ボサボサした筆って作れますかっていう質問がね前にあったんですけど、わざわざ綺麗な筆をボサボサにするのはすごくもったいないので、あんまりおすすめはしないんですが、もしもう本当にあのボサボサにしたいんだ、どうしてもしたいんだっていう人は、なんかこうコンクリートみたいなね、もう道路に出てコンクリートとかの上でガシ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 やってると、あの筆をねガシ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 してるとボサボサにすぐなりますなんですが、おすすめしないので、まあ、自分で使っていってボサボサになったやつを取っとく方がいいかなと思います。あとはそうじゃなくても、ボサボサの筆がなくても書けるように、例えばじゃあボサボサの筆の代わりに何か使えないかなって考えるとかね、何があるかな、例えばスポンジとかでもいいかもしれないですけど、スポンジだと多分書き方、スポンジのこうポン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 押していく感じも、そのスタンプになる部分をちょっとあのギザギザにしとかないと、あまり綺麗に丸くポン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 していったりとかしても、こういうバサバサ感というかボサボサ感、ザラザラ感は出ないので、その辺はちょっとね考えながらやっていかないといけないんですけど、その筆じゃなくても何かあるもので書いてみるっていうのもありです。あとはそうですね、これもですね、今使ってるのもめっちゃ細い筆なんですけど、それもボサボサのやつを使ってます。でしかもボサボサで、さらにそのボサボサ感を出すために、水気をね、水分を少なめにしてました。あんまり水分ダボダボつけちゃうと、このボサボサ感がね出ないんですよ。綺麗に濡れちゃうのでね。はい、で背景も綺麗にこうやって塗っていきます。この背景はね、あのいつもは先に塗ったりするんですけどね、今回はちょっと先にメインの絵を描いてたので、ちょっとはみ出しながら絵の方にちょっとかかりながら描いてますけど、またそのかかった部分はちゃんと描き直します。でこの背景もこれ1回でいけそうに見えますが、乾くとやっぱムラができたりとかするので、あとこうやってねちょっとずつはみ出したやつとかね、修正していったところとかは色が残っちゃうので、最低でも3回は塗っていきますね。はい、でこうひっくり返しながらとかね、あのまっすぐにもうその位置で描かないといけないっていう決まりはないので、結構こういう背景とか描くときとかはもうぐる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 ひっくり返して描いちゃいます。あの抽象画とかもそうですけどね、ただ抽象画もあの自分の見る方向、この方向で完成させようっていう方向で仕上げないと、やっぱバランスは悪くなってしまうと思うので、それもね、例えば上下逆にしてもいいような絵にするとか、そういうのだったら変わってくるんですけど、ちゃんと上下左右決まってるものにする場合は、最後の仕上げはね、ちゃんとその方向で決めてください。これもね、この太い平筆で描いてますけど、まあこの絵の部分重なったら、まあ絵のところもう一回描けばいいやと思って、
書いてますが、もしこれがはみ出しちゃいけない、もう最後の最終の修正というか最終だっていう時はもっと細い筆で書きます。はい、であと最後に、チョコレートの部分ですね。ここは、この前の動画でも出したって言ったんですが、この辺のね上の方は書いてなかったのでね、出していきます。このチョコレートのこのツヤっとした感じも、あの白をツヤっと足すだけじゃなくって、ちょっとこうなんだろう、薄い茶色、光ってるんだけど影になってるみたいな部分も足していくとよりリアルになると思います。ちゃんとね、そのチョコレートもチョコレートで影になってる部分、濃くなってる部分、こう光でちょっと薄い茶色になってる部分っていうところがあるので、そこの辺を見分けて描いていきます。ただ一番最後のピカッとするところは真っ白で描いていった方がいいです。この辺もね、ちょっとグラデーションとかしていきます。これをね、小さい筆で描いております。はい、こんな感じで出来上がりました。いかがだったでしょうか。皆さんもですね、いろいろと筆の使い方とか変えて、いろんな絵を描いてみてください。ということで、何か質問があればコメント欄に残してもらえたらと思います。ではまた次の動画で、バイバイ。